写真。然后最后可以，哎，哇，他太主动了，他知道今天要赶时间。别过多的，ありがとうございます。Professional, professional。さすがです。あと映画については、まあ、この、まあ、映画祭と同じように100年後、200年後、自分が出演した映画がその未来の人たちに見てもらえるかどうかっていうのは本当に厳しい競争があると思います。まあ、僕たちがその100年前の映画を見るってことはほんの一つまみのものしか僕らは見てないわけですけども、そういう映画に参加できるかできないかっていうのがもう僕のもうそんなに長くない映画人生の中で、そういう映画と出会いたいっていう、希望が叶うかどうかのものですね、映画って。非常棒的演技，老实说，我坐在中间的时候，我真的有一种。接下来呢，也是大家喜欢问的问题了，就是接下来也是我们一定会问的一个问题，就是不知道伊佐广司先生有没有特别喜。よくそのどんなに素晴らしいその映画のメイキングのビデオなんか見ると、そんなに面白そうには見えないんですね。でも映画というのは仕上げ作業というのは撮影期間よりも何倍も長い時間をかけてやるわけですから、その間にいろんな音とか色とか、効果音とかでその我々の俳優のお芝居を救ってくれてるんだと思います。だから、ああ自分の演技を見て、ああ今回うまくいったなって思うのはおそらく何パーセントか間違ってるんだと思う。助けられていることがかなり大きいんだと思ってます。写真。好、可以请他帮我们比金马六十的手势吗？可以吗？今年は金馬。そして左手には十って。はい、はい、お願いします。かわいい。そうですね、監督はあんまりまだ考えたことはないですけど、プロデューサーという立場なのかな、自分で企画を立ててこう映画を作るっていうことは今後挑戦していきたいなと思っていますし、それはずっと思っていました。実はまあコロナがあっていろいろまあなくなってしまったけど、台湾で少し映画を撮りたいなと思っていて、映画を作りたいなと思っていて、企画を立てたこともあったんですけど、少しコロナのせいでなくなってしまいました。我本身呢，虽然目前还没有想过要做指导这件事情，但是做监制是有考虑过的。像是提起企划，然后进行摄影的拍电影的制作。虽然因为疫情的关系呢，所以取消了，但是在疫情之前，我原本是想要在台湾制作电影的。在台湾吗？台湾でですか？そうです。なんか。すごい親しい脚本家の方と一緒に台湾を回ってどういう話にしようかっていう計画まで立ててたんですけど、コロナが来ちゃったんでなかなかうまくいかなくて一度今立ち消えてしまったんですけど、まあ、また再度挑戦したいなとは思っています。そうですね、そうですね、而且这样子的计划应该要在台湾住久一点。